宇宙物語、今日はですねちょっと宇宙物語のちょっとその宇宙の最果てまで行った時の話をします。宇宙でその飛行機乗ってたんですね。宇宙飛行機にですね、でずーっと飛行機乗ってるじゃないですか。でずっと乗っていたんですよ。でそしたらですね飛行機にですね軸がですねふわーっと広がりまして、その軸を中心に対して宇宙の磁気が来まして、でそこでタイムアップ現象が起こりまして、ふわーっと時間が軸が変わったんですね。その私の飛行機、その、まあ、宇宙飛行機の方にですね、あの磁気変換装置とですね、あのそれからあの磁気をその重力と浮力にする、まあ、変える装置とかですね、あとですね、あの次元数を変える装置がありまして、その次元数をポチッと押すじゃないですか。な6次元とか 10万次元とか、もう次元数がブワーッと変わるわけなんですよ。そしたらですね、その見えてるその宇宙の映像がバーッと変わるわけなんですね。窓から見えてる宇宙がですね。でも私はですね、その宇宙のその飛行機に乗りまして、そのまあ旅をしてたわけなんですけどもね、最果ての星に行った時ですね、その軸というのがありまして、それが飛行機からふわっと終わりまして、それで着地するんですけどね。でまあ着地したんですよ。でそしたらですね、旅してる時にですねふと思ったんですね。いやでタイムアップ現象はあの時速じゃないし、もう高速何キロとか、もうすんごい速さなんですよ。ブヤッ、もう一つの点がブワッと動くぐらいの感じなんですよ。まあその速さがですねすごく速くてですね、私はですねこれは君ら飛行機やなと思ったんですよ。でまあその最果ての星に着いたんですね。で最果ての星に着いたらですね、お店がわーっとありましてね、そこのお店がですね宇宙人があのいるんですね。で宇宙人と話したんですよ。アブジバーセルポスポータザビシスパスポーと喋りました。あそった宇宙人がですね、アブジバーセルポスポータザビシスポーと言いました。で最果ての星の宇宙人が言うんですね、個人的には来年のあの宇宙語は何でしょうかと言うんですね。それでですね私はですね、アドベスポートザブスプロティザブスポートザブスポートと言いましてね、宇宙人がですねバーッと爆笑してるんですね。もう今日宇宙人のその宇宙の最果あの大晦日なんですね。もうだから大晦日なんやなと思って宇宙人にちょっと喋ってたらですね、まあそれであの宇宙人がですね、アブジブスポートブスポートと最後に言いました。そしてですね、あのお正月になっていたんですね。